今日は浜松41.1度、はい、歴代の記録に並びましたけれども、はい、なんでここまで暑くなったんでしょうかはい、原因は主に3つあります、はい、よく晴れたこと朝の気温が高かったこと、うん、そしてフェーン現象です、はい、フェーン現象とは山を越えた空気が熱風として私たちの住んでいるところに吹き降りてくる現象です、はい、静岡県は 海と山に囲まれています浜松に向かって海風が入るときは気温の上がり方が鈍いんですが、はい、今日の気圧配置をご覧ください高気圧の中心が西にありました高気圧の周辺は時計回りに風が吹くので、うん、浜松に向かっては北から風が吹いていたんです北から風が吹くと浜松には、はい 山を通った熱風が届くようになるんです新潟の付近から吹いてきた熱風そして伊吹山地を越えて熱風となった風がさらに湖西付近の小高い山を越えて浜松に集まっていました、うん、いろいろなところから熱風が吹きそして浜松では41.1度まで上がったと考えられます、はい、そしてこの暑さなんですが 週末にかけてはゆっくりと気温は下がりますそれでも浜松の明日の予想最高気温は37度今日よりは低くなりますがそれでも猛暑です週末にかけても30度以上の厳しい残暑が続いてしまいますので引き続き熱中症には十分お気を付けください